登ってくるときに、あ、滑る。いるじゃないですか。なんかお堂があるけど、大丈夫かな。はい。はい。ね。どっから入るのか、これから降りるのかな。そうね。一応案内板が森の吊り橋って書いてあって吊り橋があります。行ってみたいと思います。そしてこうなんか祠が一個あるんですけど、これ一人で来たら怖いな。ここちょっと出るって聞きます。嘘、やめて。菩薩像、はあ、なんかわかんないけど、瓦も落ちてだいぶ傾いてるよね。よし、万年の森現在地です。森の吊り橋とかダムとか、ここか、展望台。これ怖い、怖いかな。結構降りてきましたよ。吊り橋です。これこれ、え、全然揺れないけど、へえ、もうすごい、下が見えるよみたいな。あ、でも綺麗綺麗、うん、こっちも綺麗よ。あら、これ眺めがすごくいいじゃないですかね。なんとか観音、なんか壁に掘ってたりするんでしょう。なんかへえ、すごいな。っていうか蜘蛛の巣もすごいけど、これどこに通じてるんですか。カツラの木ってなんかようわかんないけど、カツラ、あ、なるほど。多分森の中散策できるのこれ。でもそんな体力はありません。どっちかというと山の中よりも下に降りたい感じよね。また渡ります。あの辺は泳いだ記憶は、泳げるんだ。へえ。あそこは入ってくるか。あそこ？降りれるはず。あ、あの縁？へえ。降りれるんだ。あ、確かに向こうは道があるね。だからあのバンガローとかあっちの方から行くのかな。あ、しんど。今年ですからね。うるさい。見るかどうしようか。いやでもこれ一人だったら絶対来れないよ。俺やっちゃいそうだなこれ。よいしょ、よいしょ。おお、すごい。あそこから回ればいいけど。おお、すごいな。もう、あ、でも綺麗。チェーンがあるってことはこれ伝って行っていいってことですか。そうだよね。っ
ていうかいらねえだろこれチェーン。いるかな。登ってくるときに、あ、滑る。滑るじゃないですか。すげえ苔で滑る。やべやべ。いい絵が撮れましたね。滑る。おお、すごい。この眺めはいいね。へえ、癒される。すごいな、雨が降った後はすごいんだろうね、ここね。おお、確かにいい眺めだ。あ、ここなんか、これだ、500羅漢って掘ってあるやつ。あ、これだ。こう岩、岩にずっと全部掘ってあるね。ほら、500羅漢って書いてある。これしんどっ。きつい。今年で50？ いや、3。もう4になる。結構な高さだよね、これ。あの縁から多分30メートルぐらいあるね。釣り橋が、さっき渡った釣り橋ですね。いやいや、あれ、ちょっととりあえず上行きましょう。ですね。あー、しんど。県指定有形文化財大雄寺の11面観世音菩薩座ですね。よいしょ。おお、熱い。すごい枯れ道。いやー、よしよし、栗がいっぱい落ちてる。毎回行ってるようですけど、ドラッグストアこういう道苦手です。もう苦手ですね。あー、なんかすごいいいですね、こういう道。よいしょ。展望台はこっちって書いてありましたからね。あ、痛い痛い痛い、ケツ痛い、お尻が痛いです。あ、痛った痛った。急に。綺麗な道が。これですか。
だ。これいけると思う？誰も通ってないと思います。これ林道だよな、これ。